皆様こんにちは、テ e x t s h で営業担当しております、宮島と申します。えー、と本日は多くの方にお集まりいただきまして、誠にどうもありがとうございます。えーとまあ、あの簡単にえとご紹介をさせていただきますけれども、安、は、価、い、の,のロボットビジョンシステムの開発に挑むということで、まあ、弊社であの開発をしています、主に DoVision と呼ばれているあのシステムのですねちょっと概要の方を説明したいと思います。 でまず、えー、アジェンダなんですけれども、まあ、小型ロボットアームにおけるカメラの役割りと、あと、ド、まあ、ボットビジョンシリーズの開発ですね、こちらを中心にご説明をしていきたいと思います。であと、まあ、バラ積みピックアップシステムですね、えーまあ、繰り返しにもなるかもしれないんですけれども、開発パイロットユーザーをですね、ちょっと募集しておりますので、こういったところを少しご説明したいと思います。でまず、えー、小型ロボットアームで におけるビジョンシステムの役割ということなんですけれどもまずはまあ皆さんまあ当然そのままでしょうというふうな形にはなると思うんですけれどもやはりロボットアームをコントロールするためですね人間が持つ目とか鼻とか耳とかそういうの,の中でやっぱり面でが一番分かりやすいところだと思いますのでこういったものをロボットに まあロボットがまあロボットビジョンとして使うというふうなところですね。でまあ究極のセンサーっていうことでえありますけども距離とか大きさ高さそれから色形状テクスチャーですね、まあ、あの今回もまあいろ,いろな発表があったと思うんですけれどもまあこういったところがやはりあのビジョンシステムでできるところなのかなというふうに思います。 で最後にあの小型ロボットアーム用のカメラの要求ということでありますけれどもあの皆さん何度もあのドゥボットマジシャンのところで言ってますけれどもドゥボットマジシャン自体がまあ安価なのでやはりコントローラーを含むえビジョンのコントローラーを含む形でもやっぱり安価なものがえ必要だということとあとまあもう一つ弊社のまあメッセージになりますけれどもあのシングルボードコンピューターですね。これで AI カンファレンスの方もやってますけれども、まあ、そちらでヨ々なシングルボードコンピューターの方をですねご紹介をさせていただいておりまして、えー、まあそういったところとまあ連携することでですねあのやっぱり進化の著しいこのシングルボードコンピューターをうまく活用できるんじゃないかなというふうに思いますであとまあ設定とか取り付けの容いさ開発の容いさというところが求められておこうかなというふうに思います で弊社でドゥビジョンシリーズの開発の,、まあ、あの流れですね、まああのまあ、ドゥボット自体ですね取り扱いを開始したのが、まあ、2017年からということになりますけれども、えー、まあ同時期ぐらいにですねやはりあのまず、あ、最初は教育用途というところがあったので、えー、まあそういったところであのドゥビジョン1という製品ですね、えー、こちらの方を 開発させていただきました。で、同、え、時、ー、にですね、あの FAM 向けの自宅開発ということで、えー、例えばまああのごめんなさい、えっ、ー、とニュースでもありますけれども、まああのジャトコ様とかの、えー、プロジェクトですね。まあ他にもあの。 お客,様のお客様からのリクエストに応じてまあロボットビジョンをこうまく使うようにということでえまあやり始めた形になりましてえまあそこからあのさらにドゥビジョン2ドゥビジョン3というふうな形で続いてきているような形です。 でまあ話はちょっと戻りましてえっとドゥビジョンの方なんですけれどもえっとまずは教育用途ということでえ次にサンプルとかをさらに強化したえっと教育バージョンというのがまあリリースされておりましてまああの2メガピクセルのまあカメラをついてスタンドとかまあコミコミで入ってえまああのこのまま割とり低価格で販売の方をさせていただきますしあのちょっとまあ今あのお値段の方もさらに 値、ね、下げしようかなみたいな <laughs> そんなお話もありますのでちょっとウェブサイトとかぜひ注目いただければと思います。でさら、えー、にですねその教育バージョンと,、えー、ともう一つ考えてるのがですね FA バージョンということでこれはあのラズベリーパイのコントローラーを含むキットで考えてまして結構そのまああの今回の、えっと、画像処理の話でオープン c v とかっていうキーワードも出てきたと思うんですけども まあオープンソースとはいえまあ結構設定とかが割とまと面倒くさかったりしますのでまあそういったものをまあプリインストールした状態でも箱から開けてすぐ使えるような状態ですねまあそれプラスまあ産業用の USB カメラをえ含めた形でまあこの DoVision1 のえ機能アップバージョンとしてえまあご提供しようかなというふうに考えております。 で次にデゥビジョン2デゥビジョン3のえところなんですけれどもえこちらはえ産業用の製品ということでさらにロボットアームを活用していただくことをですねえ目的としましてまあいろなこうセンサーの,あのーまあ何でしょうその、まあ まあ、3D ビジョンみたいなものを使ったりとかあとセンサーを3つぐらいこう使ってですね複合的に組み合わせたらどうなのかというのをちょっといろいろやってまして、まあ、こういったものを使って柔軟に作業をこなすためのシステムのご提案ができないかなというふうに今いろいろ開発の方を進めているような形になってます。 でまずドビジョン2の方の詳細なんですけれども、えーまあ、大体2018年ぐらいからですね開発の方を始めてまして。 でもちろん、ちょっとまあ弊社の方もまだまだあのそんなに大きい会社様ないのであの開発の,方のちょっの補助金とか使えないかなということで、えっと、都産技研都産、まあ、都立産業技術センターとのまあ共同開発プロジェクトというふうな形で,です、ね、あのプロジェクトの方を進めさせていただいております。 でまあ、あの同時期に、まあ、特許申請等も、まあ、行いましてですね、えーまあ、あの市販化をですね2020年ぐらいのところを、まあ、目指して、えーまあ、開発をしているような形です。でまあ,あのちょっとさっき詳細を、まあ、あの説明しますと、まあ、開発の目標としては まあ工場とか事務所研究室でのまあ軽作業の自動化のためのシステムということでまあ小型で設置が柔軟で設置場所にも困らないということであの本当にそのドゥボットにですねあのまあくくりつけるようなカメラあのこのヘッドのところとですねそれからあのドゥボットからあの まあサブえすいませんステッピングモーターがこうあの伸びているんですけれどもそこにあのカメラを取り付けるような、えー、部分がありましてこれでまああの平置きをして、えー、周りをこう全部見渡すことができるという形ですねでまあモチーフとしてはあのボルトのピックアンドプレース ですねまあ、平置きということで、まあ、これはあのちょっと重なってないというかです、ねまあ、そういった状態になってるんですけども、まあ、そういうものであればあの大体こうドボットがまあ動く範囲ですねこれはその設計する時にいろいろキャドを引いた図面になるんですけれどもあのドボットの動く範囲でかつ、えー、そのカメラのセンサーがまああの撮影できる範囲っていうのがどれぐらいかなっていうのをえー 見た形形ですねあの求めた形になっております、まあえー、まとめますと,、えー、とロボットアームがロボットマジシャンで独自のカーメラシステムですねであと、まあ、グリッパーの方もあの独自のものをちょっと作りましたそれから、えー、小型コンピューターですねこの前には ASS のティンカーボードというのを使用してます、まあ、ちょっと使用した理由はあの、えー、とカメラをですねちょっと数台 つなげているので、まあ、少しでもパフォーマンスがいい方がいいかなというふうなところがありまして、えー、まあラズパイよりティンカの方が若干あの上なところもありますのであのその辺をえまあ考慮しましてティンカボーンの方を採用しております。えー、ビジョンシステムの構成ですけれども、えー、ステレオカメラですねこちらがこの本体のまあ脇にこう 2台ついていてまずこれがそのターゲットの位置をですねあの把握するような形ですであとビジョンヘッドのカメラですねこれがえついていてえーあのターゲットの上から正確な位置を判別してえまあ高さ測定も一応クロスレーザーを使って行うことができるとあとは独自グリッパーでカメラをとかレーザーを下げらないあの まあ、あの邪魔をしないような形になってましてでまた先端の方はあの、まあ、そのボルトに合わせていくつかバリエーションの方を用意をしているという形になります。でデモの画面ということで、えーまあ、こちらの以上の YouTube の方ですねこういうふうな形であの動画も上がってますし、まあ、今回あのデモコーナーの まあ一番こちらの,あの会場側になりますけれどもえまああのこのドゥビジョンのシリーズのですねデモンストレーションの方をやっておりますので,でまああの今まあこのアランドビューでカメラのでえっとボルトの位置を認識してでもう一つの方でまあ穴位置を検出してまあそこにこうま刺すっていうまあピッカーのプレスはピッカーのプレスなんですけれどもその座標位置の特定とかそういったものを全てあの このドビジョン2のステレオカメラとビジョンヘッドカメラの方で行っているという形になります。はい、では次にというか、まあ、あの最後になんですけれども、えー、ドビジョン3の、えー、開発ですね。こちらはあの、まあ、ドビジョン3という、まあ、3がついているので、実は、まあ、3D のカメラ。 を使ったプロジェクトという形になりますけれども、えー、とこちらのほうはあの、まあ、2000大体、えー、19年ですね、まあ、今年の1月ぐらいから、まあ、始めた、えー、プロジェクトで、まあ、カメラの選定とか、まあ、そういったものが、えー、いろいろ行っておりましてやはりあの、まあまあ、先ほどのド i ビジョン2ではまあ、えーと どっちかっていうと平置きなボルトだったんですけれども今度はあの、まあ、あのバラ積みのボルトができないかなという風な話もありまして、まあ、そういったものを開発しようということで進めておりますで、まあ、特許申請とか、まあ、いろいろ行いまして、まあ、製品化に向けた改善ですね、うん、まあこういったものを行ってで今現在なんですけれどもあの まあパイロットユーザーっていうのをちょっと募集していましてまあこちらに関してはちょっと後の方のプレゼンでご紹介をさせていただきたいと思いますでこちらの方もあのドビジョン2とまあ時期的には同じなんですけれども2020年のえ市販化に向けて今開発の方を進めております。 えー、ボルトバラズみピックアップシステムの概要なんですけれども、まあ、システムの概要で、まあ、やはりキーになるのはあのドゥビジョン3ですね、えー、3D のロボットビジョンということで、まあ、このちょっと上側の方に、まあ、四角い感じでカメラがあるんですけれども、えーまあ、これはあの高さ方向であの色,を色を変えて、えー、見た画像になりまして、まあ、これでその、まあ、バラ積みになっているワークの、まあ、高さですね、まあ、どんどん あのピックアップしていくと物が減っていっちゃいますので、まあ、そういったものをまあ見つけるということとあとまあちょっと、えー、面白いのはまあ専用エフェクターですねこれもマットで説明しますけれどもこの中から1個ずつうまく取り出すためのエフェクターの方を開発させていただきましたあとまあボルト整列機というまあちょっとしたからくりの方を、えー、作らせていただいてまあ整列を行ったりという形ですねで、まあ、動作プログラムとかのサンプル とまああのつけて一つあのシステムとしてご提案できないかなというふうに考えております。でまあ目的というふうにありますけれども、まあこういったあのバラ積みのピックアップシステムで整理作業をですね、あのまあ弊社の方でまあいろいろ実験はしてるんですけれども、あのやはりお客様の方の作業環境で実現するということをちょっとやっていきたい。 と思いますので、えー、まあその作業環境でまあさらにまあ実績を積んでですね、まあ、低価格な市販製品としての提供を目指したいかなというふうに思いますで対象となるボルトはやはり今はメタル製ですね、えー、になりまして、えー、とまあ大体 6mm から 8mm それから 10mm のボルト等をですね今あのテストでやってるような形になってます でまあ、あの詳細の方を少し説明しますとまず基本機能としては、えー、高さ検知機ですね振動、まあ、センサーによる高さの検知でピックアップによる決定ですねこれはあの高さ検知はここは実は使ってなくてですね、まあ、3D のカメラといいながら、まあ、あのハイブリッド型ですので、えっとまあ、こういった RGB の画像もあの検出が、まあ、普通のカメラとしても検出ができるので。 まあこういったところでどういったターゲットをどういうふうにまあピックアップしていくかっていうのをまあ決めていくということになります。でただこの結構アルゴリズムがやはり難しくてですねまあランダムピックアップとか高い位置から普通に順番にピックアップしたらいいのかとかいろいろ試してるんですけれどもえとまあコンピューターパワーが良ければまああのテンプレートマッチングみたいなのでも えー、いいんですけれどもあのやはり結構あのシングルボードコンピューターとか使うとあのやはりちょっとこう時間がやっぱりさらにかかってしまったりしますので、まあ、そういったものをあのうまく、えー、検出できないかということで、まあ、かなりあの簡略化したアルゴリズムでもうまくできるというですね、えー、っとっいうところをちょっと目指しております。 でえー、さらに、そこに1、ね、つまあアイデアがあったのがあの専用エフェクターのえー開発ですね、これあの磁気吸着式で、えー、これもあの実際にあのものを展示しておりますので、ぜひちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、まあ、あのロボットマジシャンのエアポンプを使いまして、まあ、ポンプ駆動になっているんですけれども、まあ、磁石が中でまあ上下するような。 形になりま,してえまあそこであのネジを一個ずつこう、え。ー まあ取り出すボルト1個ずつ取り出すっていうことをやってるんですけどもあのちょっとした工夫がやっぱり必要でここの,あの先端のところの形状によってですねやはりあの間違えてこう結構2個取れてしまうみたいなようなことがありますのでまあそういったものをちょっと防ぐためにあの先端の形状を少しこうあの工夫する必要がありますま。こういったところのまあ割とノウハウがちょっとあるのかなというふうに考えております。 でえーまあ、つまみ上げたらあとはボルトの整列機の方に入れてですね、まあ、これはのからくりで、まあ、どっから入れてもこうあのちゃんと揃って出てくるっていう、まあ、あのよくある形ですけれども、まあ、こういったもので、えーまあ、ボルトの整列の、まあ、実験を、まあ、いろいろやらさせて いただきましてでまあエフェクターそうですねピックアップアルゴリズムを検証したりエフェクターの精度を検証したりえまあセリジグ等のですね性能等を今あの見ているような形ですで。あとタクトに関してなんですけどももちろんあのドボットのマジシャンのまあ動きのスピードっていうのがありますのでえとあとまあそのやっぱ確率ですね100%を目指すとなるとこれはもう非常に 大変でですのでまあ大体まあ90%以上ですね95%ぐらい目指せればいいかなということでえーまああの100%ですと480本パワー,ーぐらいなところで450を超えるぐらいのところをまあ目指したいかなというふうに思っております。でまあデモンストレーションということでえーこれも YouTube に上がってる 動画ですけれどもまあバラ積みビッグカップですねまあ先ほど言いましたように磁気吸着式で1個ずつまあ取り出すということをやってますのでまあ高さこうあの差し込む深さとかですねそれから位置に関しては RGB の画像でまあ認識してまあ取りやすいところからまあ取っているというような仕組みですねでまあこの箱の中に入れるとまあ揃って出てくるというふうな仕組みになってます でこれはまあ実際に動いているところがあのデモコーナーでデモンストレーションをやってますのでそちらをご覧いただければと思います。 ま,あちょっとまとめに入りますけれどもえまあ実用レベルでは割とあと利用できるんじゃないかなっていうふうにえ実証実験ではあるんですけれどもやはりあのまあハードルとしてはあのまあラズパイなどのですねまあ小型コントローラーの実装っていうところがあのまあ PC と比べてまああの本当に何でしょうあの簡単に言うと比力ではありますしあとまあ環境がそのちょっと うう Windows みたいに使いやすい環境ではないで Linux ベースの環境になっちゃうのでまあそういったところの実装方法とかキャリブレーションとかのまあ 簡易化ですねこういったものが、えー、もう少しあの詰めていかなきゃいけないところかなというふうなところがあります。であとまあ大体言われるのはじゃあ実績どうなんですかっていうのがあるんですけどまだまだ実績がついてないので、えっと、今こういったものをあの一緒にやらさせていただくちょっとパイロットユーザー様のですねちょっと募集をしておりますので、まあ、プレスリリースではあの9月末までみたいなのがやってますけれどもあの。 まあもうなしゃかあのお声がけていただいてますのであのまああのもう少しえまあもうなしゃかちょっとお願いできるところがないかなというふうにありますので是非ちょっとお願いしたいんだけどとかありましたらちょっと私の方にお声がけをいただければと思います。 えー、それではどうも、えー、まとめですけれども、あのまあ、余裕な、ね、その産業用製品に向けて、小型ロボットアームを活用していただくために、あの弊社としては、こういったロボットビジョンシステムをです、ね、開発をしていきたいというふうに考えております。で、えーまあ、キーワードとしては、あの進化の著しいシングルボードコンピューターですね。えーまあ、もちろろんまあ低価格っていうところが あ,のあるんですけれども、あの手っかオープンソースというところで、まそのコントローラーをうまくこう利用していくようなやり方を取れないかなといったところですね。まあただあのその供給機関とかですね、まアンカーマハードウェア的なアンカーというのもあります。あと開発期間をやはり短くすることで、あのアンカに提供できるというところもありますので、それをあの。 行うためにある程度のプラットフォーム化をしていきたいかなというふうに思ってます。まあ、特にあのボルトのピックアップっていうところが割と言われるところですので、まあ、ボルトとかそういった小さい部品の配線整列、あとバラ積みに対してのピックアップですね。 あとはまカスタムエフェクターとかが結構まあ割とあの言われるところですのでまこちらもあの弊社の方でいくつか開発の方を進めておりますのでま開発の製品とかはあのデモコーナーで見れますのでぜひお立ち寄りをいただければと思いますはいえそれではちょっと伸びちゃいましたけれどもあの以上で講演の方を終了させていただきますどうもご清聴ありがとうございました。